はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日も楽しくパン作りやっていきましょう。はい。今日は何を作りますか？今日はコーンパンを作ります。コーンパン、なんか前やりませんでした？やってないよやってないです。ハムマヨパンじゃない？あ、ハムマヨパンか。前はあれにコーンが塗ってたんだまあ、じゃあ今日はコーンだけ。そうだね。簡単そう。そうそんなこと言って大丈夫まあ、結構じゃあシンプルめなパンですか？そうだね、うん、まあ、たまにはいいですね、そういうのもね、うん、なんかポイントあります？今日はコーンを混ぜ込んでいくので、はい、そこがポイントです。コーンを混ぜ込むのがポイント、うん、まあ、じゃあ混ぜ込むとき、うん、そのポイントは、うん、はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずイーストから入れていきます。続いてお砂糖ですね。で、今日はスキムミルク、うん、お砂糖の隣に入れてください、はい、ではこちらのボール B の方にお塩入れていきます。であと無塩バターですね。で、あとお水入れていきます。今日はスキムミルクを入れて作ったんだけど、はい、スキムミルクなしにして、はい、あの仕込み水を牛乳に変えても大丈夫です、うんうん、なるほど。はい、粘り気が出てイーストもしっかり溶けたら、こっちのボールB入れていきます。はい、どうぞ。はい、では大体まとまったら出していきます。はい、ではこねていきます。今日はこねやすいと思います。うん、なんかもう分かる、はい、じゃあまず縦ごねからやっていきます。最近ね、はい、こねやすいのは、はい、大体水分量が 60% ぐらいかなと思って、はい、そういう配合にしてる。こねやすいのがだいたい水分量が 60% ぐらいの配合にするとだいたいどれでもってことですか？うん、そういう法則があるんですね。でもそれによってなんていうの、食感とかも変わってきちゃうからね、水分量によっても、はいはいはい、だからお好みの水分量で皆さん作ってみてください、はい。まあ、今回はこねやすさ重視、うん、だいたい 60% から 70% ぐらいの水分量で作るみたい。粉に対してってこと？そうそう、ベーカーズパーセントが何する、かっこいいねちゃんと伸ばして、ここがこねられてないです。うさよちゃんとやってください。小言を言われていますムラなくこねてください。師匠に逆らっていかんね。うん、当たり前やどの世界も師匠に逆らっちゃダメなんだよ知ってる？確かに、それは間違いない。夫婦といえどその辺は親しき中にも礼儀ありってやつですかねもうね、いいかなと思ってちょっと一回見てみましょうかね。ね、うん、あと V でいいんじゃない？ね、いい感じです、うん、で表面をつるっとさせるために V 字にこねていきますね。いい感じっすね。
膜も張ってると思いますんで。あ、そうだ、コーン入れるタイミングなんですけど、はい、こね上がり直前で入れてください。早く言ってくださいこね上げちゃいましたよ忘れてたこれでいいんじゃ、いいんすか、うん、じゃあもうこれで入れていきますか、うん、はい、一回じゃあ丸め直したら閉じ目を上に向けて手のひら2枚分に広げていきますね、うん、はい、ではここにコーンを散りばめていく、うん、はい、今日はコーン缶のコーンを使ってるので、はい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 、結構水分がずっとこう出やすいっていうか感じなので、うん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 、はい、ちょっと水分をしっかりキッチンペーパーで切ってから使ってください、はい、これをちゃんとしないとね、はい、もうパン生地が大変なことになります手前に引きながら丸めていくと、うん、で縦にして縦も丸めていくと、うん、はい、でこうなじませる感じでいいですか、うん、長く伸ばしたいのでこねるっていうよりはコーンがまんべんなく行き渡るようにやる、はい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 、やっぱコーン入れると水分量変わってくるよね、ちょっとべちゃべちゃになるよね、ちょっとやっぱりベタつきが出ますね、うん、だいぶ、うん、今日はコーン缶の半分ぐらい 60g で作ったんだけど、はい、だいたいこれぐらいの方がうまくいくかも、はい、うん、なんかいっぱい入れたくて増やすと多分水分量的に大変なことになりそう。あ、で上についてるやつを中に入れてあげる、こんな感じ、うん、こんな感じかな、うん、で閉じ目を閉じる、閉じてでボウルに入れると、うん、でこれで一次発酵やっていきますね。はい、はい、では一次発酵が終わりましたのでフィンガーテストとガス抜きをやっていきますね。6分割です。今日は6分割、うん、はい、はい、では丸め直していきます。でこの時にコーンとかは中に入れるように、うん、綺麗な面をこう伸ばしながらやってあげるとコーンが中に入るね、うん、はい、ではこれでベンチタイム10分間置いておきます。はい、ではベンチタイム10分経ちましたので成形をやっていきます。成形は今日は簡単と聞いてますかただ丸め直すだけです。はい、じゃあやっていきます。じゃあ閉じ目を上にしなくていいの？うん、このまま、閉じ目は下のまま、まんべんなくこうガス抜いて、で丸め直すだけ。ある程度ガスが抜けたら丸め直すと、うん、簡単、最高だ。でコーンがこう出てきちゃったやつはちゃんと中に入れてあげてください、はい、こんな感じで、うん、ちょっとこの辺とかいいんですか、うん、フローいい、はい、でこれにラップと濡れ布巾をかけてこれで二次発酵やっていきます。はい、では二次発酵が終わりましたので開けて見てみましょう。いい感じですね、うん、ラップはゆっくり離してください。はい、
はい、そしたらここに、はい、強力粉を上に振るっていきます。はい、これあってもなくてもって感じですか。そうだね、ただ今日クープ入れるので、はい、クープ入れやすいように振っています。はい、今日クープ入れるんだけど、ハサミとかでもいいし、はい、包丁でも何でも OK です。はい、思ったように作ってくださいって感じですか。うん、思い思いのコーンパン、うん、クープ入れなくてもいいと思う。あ、そうですか。うん、好きなように。でこれにクープを入れていくと、うん、今日は縦に1本縦に入れていきます。やっていいですか。うん、こんな感じ。うん、ちょっとうまくなったんじゃないですかね。そう、いいですか。うん、いいでしょう。はい、ではクープを入れました。そしたらバター、バターで事前にこんな感じでカットしてるみたいですね。バター、はい、これを上に乗せていく感じですかね。うん、はい、あの切れ目のところにこんな感じで。わ、これは楽しみですね。はい、ではこれで焼いていきます。今日は霧吹きをしてから焼いていきます。霧吹きをしてから、はい、入れていきます。いただきます。うまそうに焼けましたね。これ今さっきちぎっていったこんな感じでこう入ってます。いただきましょう。うん、シンプル、うん、そうね、美味しい。やっぱりさ、今日純強力粉で作ってるから、うん、表面がちょっとカリッとする感じですよね。うん、そうですね。中はふわふわ。というのがですね、昨日試作した時は強力粉で作ってるんですよね。そう、強力粉だけで作ってて、まあ、強力粉分量なくなっちゃったんで今日純強力粉使ったみたいな感じですね。うん、どっちが好き？なんか昨日よりかはやっぱちょっと軽い感じはするかな。うん、昨日のはやっぱちょっともちっとふわっとしてる感じでしたね。うん、昨日はなんか口溶けがいい感じだったね。確かに柔らかくてね、ほんとね。今日はちょっとサックもこっちの方が好きかな。ほんと？好み的には。うん、これなんかやっぱり朝食とかそういうなんか別のものと一緒に食べたりするときにあるといいかもしれないですね。そうだね、スープとか。うん、このままこれだけだとなんかちょっと物足りない感じだよね。うんうんうん、たまにはこういう素朴なやついいですね。うん、はい、ということで今日はシンプルなコンパを作ってみました。コンパもね、非常に美味しくできたと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。